ハロー、スラマシャン、こんにちは。カレーにブラジルバサジュパン、紅生姜、ヒニカン、ジャヘ、紅生姜、イニ、ワクトゥセア、マサ、たこ焼き、ムナカン、カレーに、ジャディ、トゥプンたこ焼き、アダライに、たこ焼き粉ですね。たこ焼き粉。たこ、イトゥヤンディアダラウッグリッタ、いや、グリッタ。グリッタバーサジュパン、タコ。ね、たこ焼き、ヤントルクナルタリ、大阪、サンガトルクナルディサーナ。カロー、サヤワクトゥプルギク、大阪、カタカタ、マカンたこ焼き、イトゥヤ。タピーディ、ルマジュガ、ピサ、マサクスンデリ、たこ焼き、エナ、スプリティギトゥヤ。フォトたこ焼き、スプリティギトゥ、クリアタエナ、バグス。ダン、ベニショガ、ラサニャ、ジャヘ、タピ、アダラディ、ダラム、チュカ、チュガヤ。ここに、これですね、ショガ、ベニショガ。ベニ、アルティニャ、ヤメラ。ダンショガ、イトアルティニャ、ジャヘ。紅生姜。ピアサニャ、紅生姜、カレナ、ワルナニャ、イニ、メラ、アルティニャ、漢字、紅生姜、ジャディ、ワルナ、ジャヘ、イト、メラ、や、イニカン、生姜、バハン、マカナン、生姜、漬け材料、漬け原材料、食塩、食酢、酸味料、スマップや。これね。ここにですね、一番最初、生姜。これ生姜ですね、ジャヘ。で、中国産のとタイ産のものがありますよと。ジャヘイトゥ、ダリパダ、チナ、タイラン、ダンアダ漬け、材料、原材料、ウントクインニヤン、ビキンピクルツ、スプリティギトゥ、ガラムや、ガラム、塩、食塩ね。ダン、チュカ、醸造酢、酢ですね、チュカ。で、酸味料、調味料、保存料、着色料。カロイニヤン、ウントクメラ、アダラ、イニ、ムキンヤン、ムグナカントップン、ウントク、カシワラナ、スプリティギトゥ、着色料、や、着色料。こんな感じですね。で、80g 内容量。イシニャ、ドラパンプル、グラム。製造者。製造者、ヤン・ビキン、プルサハン、山本食品工業株式会社、ダリパダ、埼玉、プレフェクチャー。はい。で、ここに、書いてますね。筋の少ない上質な生姜を使用し、さっぱりと漬け込みました。焼きそば、丼物、お好み焼き、混ぜご飯、焼き魚などに合わせてご賞味ください。ということで、これですね。マカナンジュパン、スプリティギトゥ、ヤンチョチョク、サマー、紅生姜、これ焼きそばや、ミゴレン、丼物、アパヤ、ディアタスナシアパサジャトッピンスプリティギトゥドンモノダンお好み焼き、混ぜご飯メマンたこ焼きやメマンたこ焼きジュガバグスで混ぜご飯、混ぜご飯何、炊き込みご飯とか混ぜご飯とかねチャンプルサマナシスプリティギトゥで焼き魚や、イカンバカールサマベニショガジュガチョチョ、はい、ここに食卓の彩りって書いてますね。食卓の彩りベニショガ、はい。であとはこれが漢字生姜。生姜の風味を生かしたさっぱりと生かしさっぱりと漬け込みました。石
トラパンプログラムね、内容量アルティニア、イシニア、トラパンプログラムで、ここに開け口書いてますね。これね、開け口アルティニア、ワクトゥブカ、ダリパダ、ビザオープンニア、ビザブカダリスニー、オッケー、これイニア、アダライニアルティニア、開け口、イニアダンディスニー、アダラ賞味期限、過去未開封ね、2024年の8月7日まで、カローディジュパン、タフンやダン、ブランで、ここにハリや、年月日って感じですね。ディスニージュパンで、賞味期限は、アルティニア参拝、タンガルイニピサマカンヤンエナスプリティギトゥタピ、ここに未開封って書いてますね。アルティニア、イニカン、カロティダブカヤ、ティダブカ、カロブカ、マカン、チュパチュパサジャ、スプリティギト。はい。ですね。で、こういう感じ。そして、今回ですね、たこ焼き作るということで、これね、カロたこ焼き、ハルス、たこ焼き粉、ヤンサトゥ、天かすね、天かすこれ天かすと、あと天かすエビ入りって書いてますね。こだわりエビ入り天かす、天かすアダライニードは、イニガン天かすヤンノルマル、タピイニガン天かすヤンサマエビやサマ、ウダン天かすサマウダン、ジャディハルムニアアダウダンバグースや、イニアダラお好み焼き、うどん、焼きそば、そば、たこ焼きなどに、ビサ、菓子、天かすいに、サマチョチョ、まさかん、お好み焼き、うどん、焼きそば、そば、たこ焼き、ラギアパサジャ、チョチョクや、で、これキャノーラ油使用って書いてますね。キャノーラ油、はい、キャノーラ油、スプリティニアアパヤ、無菌植物油や、キャノーラ油、ディズニージュパン、ディジュアルキャノーラ油や、はい、バニャやハルガニア、キャノーラ油無菌村や、いや無菌やセールパヤ、はい、でこういう感じ。ここにですね、ラーメンもいって書いてますね。ラーメンとか丼物で、うどんとそば、おにぎり、巻き寿司ですね。これふりかけみたいにして食べてもいいですよって書いてますね。その他にあと煮物とかお味噌汁、炊き込みご飯、お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、多分炊き込みご飯とかだと、後でトッピングしてサクサクの食感で食べたりとかでもいいと思いますし、一緒に煮込んでちょっとですね、油をこれ油で揚げてるので油の、コーティングするのに少し入れて食べてもですね、しっとりして美味しいと思いますね。はい。でこれが、まあ、重々亭丸友って書いてますね。天かすいにダリパダ丸友、愛知パルフェクチャル、愛媛四国パルフェクチャルアダラマルトモ、これおにぎりですね。おにぎり、味噌汁、お味噌汁、焼きそば、ミゴレン、お好み焼き、カロお好み焼き、イニカントッピングディアタス、タピディタラムニア、マッソジュガワクトゥバカル、バグスジュガサヤビアサニアマッソカンディタラム、おにぎりビアサニアサヤティダイシタピイニカン、チョチョジュガカダンカダン、ラインカリーヤラインカリーサヤマウチョバ、バグスジュガサヤピッキルヤ、タピカダンカダンカシナシノルマル、テンカスエナジュガビアサニアウドンソバウドンソバ、ヌードルスミニアワクトゥマカンミサヤカシテンカス
はい。ですね。うん。はい。カリーニサやインフモシトゥンタンスプリティギニウントゥクタコ焼き、バハンマカナンダンハリーニブラジルパハサジュパンベニショウガやベニショウガ。今日はですね、このベニショウガの勉強ちょっと単語しましたね。これはこういうふうに生姜を千切りに細く切ってあって、そして赤い色合いついてます。でこんな感じで、酢食塩と酢塩と酢につけてあって、生姜の風味をしながら酢のですね酸味もあってすっきりして食べ終わりとかですね、すっきりとしたスガルね、ラサニアスガルなんていうかん、マカンワクトゥマカンや、うん、こう食べた後にすっきり食べれるという感じになります。でたこ焼きも結構これ油とか使うので、その時にこうすっきりとしたこの紅生姜の風味と食感あると美味しいので、すごくいいですね。油っぽい料理使う時に生姜入れたり、この紅生姜入れたりするとすごくぴったりなので、特にですねいいと思います。まああとお寿司とか先ほどの巻き寿司とか、そういうのにも使えますし、ちょっとしたですね料理作る時にもこれちょっと入れるとですね、酢と食塩そして生姜使うような料理、それの料理とぴったり合いますので、もしですね、購入して食べる機会あったら作ってみてください。うん、mungkin di Indonesia ada ayam goreng sama minyak banyak sekali, nasi goreng, mie goreng, nasi campur, nasi campur, nasi lemak, seperti gitu, bagus ya. Karena di Indonesia sama minyak goreng seperti gitu ada banyak. Jadi juga waktu makan ini jahe segar ya, bagus ya.うん、ハロディインドネシアディジュアリーにスプリティギニベニショガチョバマカンヤ、うん、ムキンディジャカルタルビームダダパッ、トコヤンスーパーマーケットジャパンアダラディサナ、うん、バグスヤ、はい。まあ、今日はですねこれベニショガの勉強ちょっとしてみました。ブラジルバサジュパンベニショガハリーに鈴木ヤ